スノーキーの FX 非核攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。数時間前に流行ってきましたニュースです。でですね、ニュースとして知ったんじゃなくて、私もこの、当事者というか、まあ被害者というか、はい、そういう立場になってしまいました。先ほど、ヤフー株式会社傘下の、YJFX より届いたメールで知りました。元社員によるですね、顧客情報の持ち出しということで、なんとその数18万件。はい。で、まあ、すべてではないんですが、その中で、何万件かがネット上への情報漏洩ということで、十何万人かが見られるようになっていて、実際に、情報を見られた方もいらっしゃるようです。で、私が、その、YJFX から届いたメールによりますとですね、口座番号、そして氏名、メールアドレス、住所、銀行口座、生年月日まで、まあ、その元社員が持ち出していたようです。ただ、ネット上から私のこの情報が見られたかどうかというところはまだわからないです。で、そのメールにはですね、お客様ごとの今後の対応につきましては、誠意を持って同行ということを書いてましたけども、まあ、ちょっと FX 業者でこれほど大規模の情報漏洩というのを聞いたことないんですけども、なんか過去のね、こういったニュースだと、500円分のクオカードとか、なんかそういうものが多いので、まあ、そんな程度なのかなと思ってるんですけども、まあ、心配なのがですね、やっぱりこう、お金、はい、お金を預けている、ところなのでですね、まあ、こういった情報を入手した人がですね、なんか変なね、まあ、セールス、今回電話番号というのが入ってなかったので、まあ、電話はかかってこないかもしれないですけども、まあ、なんかハガキで送って来られたりとか、あるいは、家に来られたりとかっていうことがちょっと心配かなと思います。はい。まあ、ないに越したことはないですけど。なので、もしも YJFX の口座を持っておられる方は、まずメールボックスを見て、そしてログインして、ホームページをご覧になってください。で、もう一個これ。パスワードの使い回しはご注意くださいということで、YJFX と、にログインしていた時と同じパスワードを他で使っている方、それが FX でなくても、例えばメールを見るときとか、ね。そういったのと使い回している場合は変更した方が良いかと思います。で、ちなみに私、先日ほんとね、個人の口座をここに変えたところなんですよ。で、まあ今ポジション持ってなかったんで、すべて出金しました。で、その出金手続きですけども、左の方、ちょっと下の方にスクロールすると、出金依頼というのがあるので、そこからですね、出金したい金額も、まあ、私の場合は全額でしたけども、はい。それと、まあ出金依頼が完了しましたとなります。おそらく明日には出金できてると思うんですけどね。で、まあ、もう乗り、この際に乗り換えたいっていう方にとって、ちょっと二つね、ご紹介したいと思います。まず一つ目が、SBI FX トレード社です。こちら、上場企業 SBI ホールディングスの傘下です。で、まあ、一通貨から取引できる。はい。あと、まあ、最大もね、1000万通貨発注可能なので、まあ、小口の方も大口の方も満足できるのではないかなと思います。そして、約380個クイック入金対応ということで、これ、この後の、広瀬通商さんも同じぐらい対応していたと思います。あと、スマートフォンアプリが高性能。これね、過去にブログで何度も紹介しているので、ご覧になられた方もいらっしゃるかもしれませんけども、4分割ができると。そしてね、レバレッジ付き定期外貨取引というものが始まりました。はい、まあ、外貨預金感覚でこの、そうですね、何年とかの単位で、ゆっくりトレードしたい、レバレッジあんまりかけたくないという方にとっては非常に、人気の、はい、サービスのようです。で、もう一方の広瀬通商さんですね。こちらですね、まあ、上場企業ではないんですけども、私、法人、会社で、取引してる方はですね、こちら使ってます。で、たまたまですね、昨日から、他社から乗り換えの方、2000円キャッシュバックっていうキャンペーン始まってるんですよね。はい。で、まあ、この業者さんというのは、キャンペーンが熱いのでおなじみでですね、新規口座開設、はい、ポンド円片道10万で、10万通貨で、1万円もらえます。で、乗り換えキャンペーンと、この新規口座開設、これだけでも、1万2000円ですね。はい。まあ、それ以外にもいろいろキャンペーンやってますよと。こいつ取引量とかにも関係してくるので、はい。ハードルとしてはこの上の2つが低いかなと。特に乗り換えなんて1万通貨なんでね。はい。で、プラスですね、私のブログ、タイアップキャンペーンっていうのやってまして、ここにさらに2000円も上乗せされます。はい。なので非常にいいかなと思います。で、まあ、その広瀬通商の魅力は何なんだっていうことなんですけども、まあ、スプレッドが狭いです。そして、まあ、約定力、約定スピード。はい。私メインと使っている理由、まあ、ここもあります。で、1000通貨、手数料無料ということで、1000通貨取引も可能です。
あと、法人口座のレバレッジが高い。これ、350から200倍になって、次100倍になるみたいなので、まあ、100、まあ、法人じゃない方も関係ないかなと。で、毎月のキャンペーンが楽しみ、何が楽しみかって、本当にね、毎月いろんな食料送られてくるんですよ。これが非常に、はい、まあ、ここ使ってる人の多くはこれが理由なのかなと思います。そして、取引画面ツールが使いやすいということでね。まあ、ツールに関しては、先読みライオンチャートっていう、そういう、ツールがありまして、毎週ブログの方で毎週その来週、先読みライオンチャートはこんな、シグナルが出ていますよという、まあ、売買シグナルですね、そういったものが使えると無料です。そちらも口座があれば使えます。はい。で、まあ、この2社とですね、私のブログの限定タイアップやってまして、どちらでも特典がついていきます。はい。で、そちらこの動画の解説欄に URL を貼っておきます。そこからオンライン口座解説ができます。で、それ以外の FX 業者の比較もできるように、URL を貼っておきます。まあ、この機会にね、リピート系の FX なんかも始めたいという方は、ぜひね、ご覧ください。ということで、これ以外にも週末には週末恒例来週の戦略、そして FX バイナルオプションシステムトレードなど、投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして私のブログはこちら2つの検索キーワード、もしくはこの動画の解説欄、説明欄に掲載されております URL よりご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。